はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。というかで今回なんですけども、10月1日にね、発足した石破政権なんですが、まあ、ご存知の通り、総裁選からの手のひら返しで、まあ、即解散と。結果、今月末には選挙終わってるというね、いやいや、議論しないと国民の判断材料がないやんみたいな、あの発言どこ行ったんじゃって話だったんですけど、しかし、まあ、予算委員会も衆議院選挙が終わった後ということで、結局やることは、初心表明演説からの代表質問なんですよね。 じゃあ判断材料として、やっぱり一番は僕経済政策と思うんですけど、まあ、ぶっちゃけ岸田さんの次の首相っていうのは、もう間違いなく裏金問題と減税やるかやらないか、これを真っ先に聞かれるっていう風に思ったんですよね。で、特に国民の中では最も下げてほしいのは消費税っていうところで、消費税というかま経済政策に関してはやはり令和新選組かなっていう風には思うんですけど、まあ早速出たというところでこちらの記事。 英芝市長、消費税減税を否定、考えておりません。令和山本太郎氏、国民三十区の状態なのに。と というわけで、まあというわけで、まあこの令和新選組はですね、まあ本当に賛否のある政党というか、好き嫌いがはっきりしてる政党、もっと言ったら熱狂的ファンの多い政党かなみたいな、まあそれこそ SNS 上ではさ、まあ高市さんとか杉田美代さんとかめちゃくちゃ好きな人多いじゃないですか、まあ僕は個人的に高市さんが当選しなくてよかった最大の理由が、杉田美代が出しゃばらなくて済んだからぐらいね、僕はあの人があんま好きじゃないんですけど、まあそれはね人それぞれの感覚、 まあ割とその右左に関しては完全に極端ですけども、熱狂的支持者が多いなと思う党ではあるわけですね。で、この令和新選組に関しては、はっきり言って経済政策は完全にまともな野党。特にこの令和が一番推してるのが、これ山本さんの後ろに書かれてる通りですよね。消費税は廃止っていうことで、まあこれをずーっと言ってるわけですよね。で、まあ予算委員会もクソもないから、まあ代表質問で山本さんが、まあ早速石場さんに突っ込んだわけですが、タイトル通り。 消費減税は否定したということで、ま、さすが自民党というところでね、えー、今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。令和新選組の山本太郎代表は、8日、石破茂首相の初信表明演説に対する参院代表質問で、国民生活の困窮を受けて消費税の減税を実現する考えがあるか首相を正した。 石破首相は下げることは考えていませんととと突っ跳ね、山本氏は自責かからおかしいいよと声を上げたというわけで、まあ、この辺はもう自民党は一貫してますよね。安倍菅岸田路線からでもまあ消費税の減税考えてなかった。反主流と言われた石破さんも、まあ、ご存知の通り、緊縮路線ですから消費税減税は否定と。仮にこれ高市さんが首相になってたとしても、消費税減税は否定してたと思いますね。 でちなみに、ですねこの総裁選の話になると、まあ、僕はもともと青山さんの一択やってたんですよ。でもまあ推薦に集まらなくて出れなかった。じゃあ、あの旧候補の中で誰がいいみたいな。まあ、総裁選のね動画なんかも出してくると、やっぱり僕の持論なんかをお話しさせてもらうことが多いんですけど、その旧候補の中だったらやっぱ高市さんになんじゃないのみたいな。唯一の積極財政派だったわけですし。でまあそういうふうなことを言うと、ですねえ高市早苗推しなのみたいなね人がいるんですけど。 誰もそんなこと言ってへんし、みたいな。いや、そもそも自民党自体が終わってんのに。でも総裁選があります。で、そこで当選した人は次の総理大臣になる。じゃあ、無関心ではいられない。じゃあ、旧候補の中で誰が一番いいんですか誰がなっても一緒。そらわかってるよ。でも、現実的に誰が一番マシかといえば高市さんだったっていうだけの話で、どれも良くないけど、その中で一番マシを選んだら、そいつのことを押してるになんねんて。 でも熱狂的な人ほどそうなりやすいかなっていう気はする。で、まあ話戻って、令和は消費税の廃止を掲げている。山本氏は岸田文雄首相が昨年経済の根準感を訴って今年6月からの実施を打ち出した定額減税に触れ、今年7月の日銀の調査では5年後の暮らし向きが良くなると答えたのはたった7.7%だった。秋に向けて賃上げ実感と嘘吹いた岸田政権。今すでに秋。 国民の皆さん、賃上げを実感されてますかと皮肉交じりに問いかけた。さらに、成長の果実を分配するなど政治家が間抜けなことを言っている間、多くの国民は貧困化するだけ。まず分配で次に成長だ。と、持論を主張し、大胆な減税、積極財政などの底上げなく、どう景気を良くできるのか。これ以上経済音痴で国民を貧しくさせるのはやめていただきたいとも訴えた。と。 山本氏は、日本経済復活には消費税は廃止だが、財務省や経団連に首輪をつけられた政治家にはそれは無理。だったら最低でも消費税は減税で、国民のために力を合わせていきましょう。30年の不況にコロナ、物価高という国民三重苦という状態にもかかわらず、前政権は消費税減税は検討すらしないと言った。新総理はこの考え方も引き継がれますかと、岸田前首相の経済政策を継承している石破首相に問いかけ、 消費税減税が視野に入っているのかいないのかお答えくださいと指摘したと。もういうわけで、やっぱりね、経済のことに関しては令和は強いですよね。いや、本当に言ってることって普通のことで、自民党が大好きな海外を見習えば、消費税減税なんて当たり前の話。まあ、あっきり言って非教科書にも載ってるレベルですよ。でも、この、至ごく当然の考えに何癖つけて、ずっとやらずに30年間デフレを続けたのが自民党政権。イコール、さっきも言ったけど、 総裁選に誰がなろうか自民党自体が終わってるって話なんですよね。で、さらにさ、まあ、ここで山本さんも言ってますけども、全制限は消費税は検討すらしないと言ったっていうね、もうこれほんまびっくりしましたよね。期間算税って言われるね、この消費税、法人税、所得税ですかこの3つのうち、税金の内訳で一番多いの消費税なわけですよ。じゃあ税収増分を国民に還元するとなれば当然消費税だ。と思いきや、なんとびっくり定額減税っていうね。 しかも、一回限りの所得税の減税やったら、給付金一回払うと何が違うってう話じゃないですか。ただまあ、増税メガネというあだ名がすごく嫌だったのか、減税イメージをつけたかったか知らんけども、定額減税っていうさ、経済効果ほぼ0%の、あのゴミみたいな経済政策売って、ドヤ顔、やめてまよって話ですよね。じゃあ逆にさ、最も多い消費税どうなったんだっつったら、考えてませんと。 考えてないんだから検討もしていませんってあの岸田さん言ったわけですよ。あらびっくりした。逆にこの消費税に関しては輸出完付金問題もあれば、なんか消費税15%みたいなね、トレンドもあったりするわけですけど、もし15%に上げようもんなら、当然その分物価が上がんねんから、その分消費行動は抑制されるわけですから、経済成長はしないと。めちゃくちゃ簡単な話なんですけど、与党は絶対にこれはやらない。 だから税金というシステム自体がそれに関連しているものを抑制させる効果があるわけやん。だからタバコ税が上がれば喫煙者が減るし、政府が言ってる炭素税を導入すれば二酸化炭素が減るってその理論なわけよ。じゃあ消費税増やしちゃ消費行動減るやろって。なんで消費税だけそれに当てはまらへんねん。まあ本当にすごく単純にそう思うんですけども、でも特にこの消費税のことに関しては、山本さんも言ってるね、経団連や財務省、まあ、そことさ、まあ深いつながりになった岸田さんだからこそ、 全くやる気はなかった。じゃあ、初心表明演説で書かれている通り、岸田さんの経済政策を継承している。だけど、反主流派と言われた、石破さんはどうなんですかと聞いたらですね、続き。これに対し、石破首相は、消費税は急速な高齢化などに伴い、保障給付が大きく増加する中、全ての世代が広く公平に分かち合う観点から、 社会保障の財源として位置づけられている。その税率を下げることは考えておりません。と述べ、消費税率の引き下げに否定的な認識を示したと。まあというわけで、まあ、たとえ石破さんだろうが言うことはテンプレ多分自民党の全議員が同じこと言うと思うんですよね。特にひどいのがやっぱここですよね。社会保障の財源に位置づいている。位置づいてるだけで使ってないやんだって、これ一般会計やもん。 つまり消費税は何だって使えるってことですよ。いや、社会保障に使ってるって言ったらさ、消費税特別会見にして丸、丸厚労省に渡してみるって。ま、あぶっちゃけこの消費税の嘘っていうのがさ、結構世に浸透はしてるわけですけども、未だにこれを言ってくるわけ。だいたいこれね、僕もずっと思うんですけど、社会保障の財源っていうけどもさ、社会保障って何ですかわかりやすいところで言ったら年金、わかりやすいところで言ったら医療費負担とかそういうことだと思うんですけど、それはそれで払ってるやん。 そう思いませんだって保険料も払ってれば年金も別で払ってますよね。で、そこから残った可処分所得から消費税という形でまた税金取って、それを社会保障の財源に位置づけてるっていうんやけど、じゃあ保険料も年金も取んなって思うんですよね。逆に言ったらそれ取ってんだから消費税なくしてええやろって思うんですけど。でこの考え方というか、この答弁でずっとさ、国運営した結果が30年の不況ですよ。事実データとしてもこれが出た。 8月実質賃金マイナスにわずか2ヶ月で下落、ボーナス影響消えってことで、厚労省は8月分の毎月勤労統計調査を公表、物価変動を加味した実質賃金は、前年同月より0.6%減った、6月分で27ヶ月ぶりにプラスとなったが、わずか2ヶ月で下落、転じ、3ヶ月ぶりのマイナスとなった、6、7月分の引き上げ要因だった夏のボーナスによる後押しがなくなったためだと。 もういうわけで、まあ、このね、26ヶ月連続実質賃金のマイナスっていうのは、岸田政権が叩き出した記録なんですよね。リーマンショックよりも、コロナショックよりも長い間実質賃金を下げ続けたわけです、岸田政権が。で、6月分はついにプラテンしたっていうけども、それも書かれてる通り、ボーナスの影響なんですよね。 じゃあこのボーナスを加味しなかった場合の6月7月はどうだったのかって言ったら実質賃金はマイナスなんですよね。つまりプラテンしたとはいえ書かれてる通りほんまにボーナスの影響だけなんですよ。じゃあそれがなくなれどうなったかって言ったらやっぱり8月はマイナスに転落しちゃう。記事も書かれてる通り実質賃金は5月まで26ヶ月連続マイナスで比較可能な91年以降過去最長記録と。賃金の伸びが物価上昇に追いつかない状況が続いていた。もうこれは厚労省のテンプレの言い訳ですね。 で、ボーナスの影響でプラテンしたものの長くは続かなかった。で、名目賃金にあたる8月分の現金給与総額は32ヶ月連続で前年を上回った。ということで、名目賃金は上回ってるわけです。で、これだけを取って、賃上げができているって言ってるのが岸田政権。っていうか、まあ、自民党政権ですよね。 でも上がるに決まってるやん。だって物価上昇してんねんから。しかしながら、実質賃金はずっと連続でマイナスを続けている。イコール、総給与は多いんやけども、実質の手取りは減ってるってことですよ。それには当然この物価高っていうのもあんねんけど、やっぱりマージン抜かれまくってるっていうこと。あとは年収の壁なんかもそうですよね。だって最低賃金に関しては20年前から比べたらだいぶ上がってると思うんやけど、103万の壁とか106万の壁っていうね、いわゆる年収の壁と言われてるものは末置きなわけよ。 普通、賃金上がっていけば、それに連動して壁上げていかなあかんわけやんか。でも、上げずに据え置き、イコール取られる量多くなるってことやんか。もしくは、それを合わせて、働く時間を削るってことやんか。結局、あそこの壁を動かさへんのやったら、何も意味がないっていうこと。で、事実、夏のボーナスっていうので、今回は実質賃金プラテンしたっていうけども、ボーナス終わりは当然減る。厚労省はなんていうか。今後の見通しについて、物価上昇も高水準が続いており、見通せないとしている。イコール、物価上昇に賃金が追いついていない状況が続いています。ですよ。 じゃあその物価を下げるのに最も効果があるのが消費税減税やろって。令和新選組のやっやるその廃止っていうプラン。まあ0%にしちゃえば物価が10%下がんねんから。で賃金上げてるんでしょじゃあどう考えたってそのさ、下がっちり待っていってプラテンしていくやん。今はコストプッシュインフレでの物価上昇ってことやねんから。 仕入れコストを下げることができない。じゃあ税金下げようよって。逆に経済政策が大事だ。デフレ脱却を最優先って言っている政党が、実質賃金の連続マイナスが過去最長記録したって恥ずかしいと思わんのかと思うんですけどね。まあでも逆に言えば9日解散で、まあ、8日にこの質問があった。で、消費税減税は考えてないってことやから、消費税を下げるべきだと言うんだったら消費税を下げると言っている政党に入れるべき。 ま、パッと思いつくのは、この令和新選組、で国民民主党と参政党ぐらいかな。まあ、維新も一応8%って言ってるけども、あそこはお話にならないので、まあ、論外。だから、ま、この3党になるのかなと僕は思うんですけども、ただ、その3党が勢力を伸ばしたとて、政権交代ができないわけですから、多分。多分、候補者の数的に無理じゃないかなと思うので、じゃあ、極力その積極財政派の議員たちを国会に送り込むことによって、ま、この減税の流れを強めていくっていうのは本当に大事なことなんじゃないのかなっていうふうに思うと。 いやいや、経済政策はいいけどさ、令和はな、国民民主はな、参政党はな、今最も国民が関心あって、なんとかしてほしいのは経済政策なわけでしょ全部が合致する政党なんてあるわけないねんから、じゃあ最も国民がさ、期待してるのがそこなんだったら、それを押すのが普通の話じゃないのかなというふうに思う。というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。